ざっす。こんばんは。こんばんは。こんばんは。2日連続って今までなかったかな。まれですね。あったりか。いや、あんまないと思うんですけど。こんばんは。こんばんは。紹介、はい、昨日紹介したけどもう一回見たいっていうのあれば、うん、そうだね、気軽に全然コメントください。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。昨日はまあクーティーとかはコマリア、あとデラックスとワックスとグルコのサーマル、あ、そうですね、その辺紹介したんですけど、まあ、今日も見たいのがあればぜひ紹介します。まあ、この辺のドリズラとか、ね、ドリズラとか、今日ご紹介するのが、トム・トニー・タイズさんとキャプテンズ・ヘルムとコンバース・スケートボーディング、あとガルニの商品を紹介したいなと思います。はい、まず、トニー・タイズさんからプロオーバーパーカー入荷しました。で、フロントにはでかくソニーっていう、まあ、ブランドロゴをどでかくプリントしております、はい、で、おなじみの、オレンジタグが左裾についてますね、はい、で、裏は無地です。で、リバースイブボディになります。結構ヘビーなボディですね。ヘビーです。で、袖に We Love You We Love You 刺繍が入ります。はい、はい、今度遊びに行きます。ぜひお待ちします。めちゃめちゃお待ちしてますよ、うん、で、ブラックとライトグレーのご案内で、ライトグレーには、はい、まあ薄い、何色って言えばいいんだろうねこれ。ターコイズブルーまでいかないような、まあ、暗めのターコイズブルーみたいな感じ、ね、みたいな感じですね、うん、プリントミントブルーっぽくもあり、はい、で刺繍は黒になりますね、グレーの方は。お値段がこちら、はい、15,400円です。はい、で、お次、俺も大好きな映画キャスパー。キャスパー初めてですね、うん、トニーいろいろキャラクターもの やるんですけど、うん、ブランド初でキャスパーのプルオーバーパーカー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。入荷しております。タイさんはこのブラウンがすごい激推しとのことだったんで、うん、ブラウンとブラウンとオレンジって相性がすごいいいよね。めっちゃいいっすね、相性いいのと、あとかつこのオレンジタグついてるんで、こことのこの相性もいいですよね。全体的にこうすごいバランスがいいですね。とグレー入荷してます、はい、グレーの方はピンクになってます、ね、ピンクプリントですね。これもまたいいですよね。キャスターで、バッグはどちらも無視です。17,600円です。はい、17,600円。女の子にもおすすめ。おすすめです。はい。はい、女の子着てたら可愛いな。可愛い。続きまして、はい、キャプテンズヘル。キャプテンズヘルのナイロンクルー、ナイロンクルーですね。うん、で、先週発売したロンティーもリフレクターだったんですけども、こちらもリフレクターになってます。はい、黒とこちらがホワイト、はい、色展開ですね。反射プリントですね。で、刺繍です。お、刺繍です。あ、今季のクーティで CPO ジャケットは出ますか？ CPO ジャケット出ますね。出るんですけど、無地とかじゃなくてバッファローチェックの黒白、はい、CPO ジャケットになります。で、ナイロンで作られてて、リニング裏側ですね、裏側がポリエステルのメッシュになってます。で、リブもポリエステルです。26,400円です。あと追加情報で CPO ジャケット、あとボアの CPO ジャケットあります。これは無地ですね。ブラックのみのボア生地
使った CPO ジャケットは出ます。10月です。47,000円消費税。バッファローチェックの方は77,000円に消費税で11月です。はい、で続きましてこちら、コンバースケートボーディングから定番のプロライド入荷してます。お兄さん着てるカーで可愛いですよって。ありがとうございます。これはちょっと持ってきてみてください。そのコメントナイスです。ちょっとそこから広げます。でこちらあのダークネイビーになっております。ボスも買ってました。これ買いました。おすすめの一種、はい、シューズになってるんで、あとネイビーの紐もついてるんですけど、うん、あと黒紐もあの付属でついてるんで、あの気分で、そうですね、変えてみてください。本当にまあスケーターじゃない方も、そうです、ね、あの履いていただきたい一足になってます。火のスタンプが来てる。ありがとうございます。ファイアスタンプありがとうございます。でこれがどんぐらいいいかっていうと、俺は二十歳からなんで16年間黒い靴しか履いてないんですけど、買いました、初めてネイビーの。そんぐらいいいです。はい、でお値段も15,400円なってます。はい、はい、です。じゃあ一旦ワコのカーディガン、うん、そうだね、リオさんが着てるやつをちょっとサイズどんなものなのか。当店は刺繍あり、昨日紹介したんですけど、はい、これは無地のタイプになってます。そう、175で L です。おすすめです。あ、今着ているのはクラシックカーディガンですかって。クラシックです。ナイスなコメント、ありがとうございます。はい、こちらです。アコマリア刺繍が入ってます。ブラック、ブラック、グレー、チャコールですね。でこっちはミックスの糸ですね、はい、グレーとブラックの糸をミックスしてチャコールグレーにしてるタイプです。刺繍が黒ですね。あとブラウン、これもミックス糸です。ちょっと薄めのブラウンと黒い糸混ぜて濃いブラウンしてます。刺繍黒です。あとカーディガンの画像は投稿したんで、そうですね、はい、それもちょっと見てもらえればと思います、はい。まあ、着てくれって言ったら全然着ますので、コメントください。ブラウン着ますかね。はい、サラさん、もうこれ着ます、ね、あ、グレー L。いや、カーディガンやっぱり問い合わせが多いですね。もうちょっと涼しくなったらもう出番かなとは思います、うん。まあ、でも仙台とかだと、まあ、東北っていうのもあるんですけど、店とかだともう夜寒かったりするんでね、まあ、あっち歩くにはまだちょっと暑いかもしれないですけど、店内とか結構それで冷房効いてると鳥肌立つぐらい寒かったりもするんで、俺は結構もう羽織持って店に行ったりとかしてますね。質感がモヘアじゃないのにモヘアっぽいですね。いいですね。 M か L 欲しいです。ぜひです。もう M、L はでもやっぱ人気サイズですから、おすすめです。おすすめですよ、うん。で確かにおっしゃるように前のクラシックカーディガンはもうちょっとこう毛羽立ちが少なかったかもしれないですね。で今回は結構毛羽立ちを残してる感じなんで、あのモヘアみたいな暖かさがこうあるよ見た目になってますね。はい、これも L サイズ着用です。チャコールです。いや、カーディガンはいいよね。羽織るだけで全然雰囲気が変わってくれるから。こんな感じです。ハートきました。ありがとうございます。で見えづらいんですけど、見えづらいんですよ。うちはちょっと刺繍のタイプを押してます、うん、今季は。ミックスカラーの方はちょっと刺繍が見づらくはなってるんですけど、はい、まあでもそれもワンポイントでまたいいのかなと思います。めっちゃ可愛いです。はい、うん。ちょっとじゃあ裏。ブラックは安定なんで。
あのカラーもの持ってない人は。はい、グラム172センチで M サイズです。ブラウンですね。こんばんは。昨日も見ましたが、チャコール本当いい色ですね。そうなんですよ。そうなんですよ。まだあと L1 枚だけあるんで。L1 枚だけになってますか。はい。ああ。M が完売です。残り L1 点です。ちょっとお早めにですね。和子の方でも結構完売になってたもんね。もう完売ですよ。うん、でもお部屋のカーディガン、まあ無地限定ですけど、無地のお部屋カーディガンって意外とこう薄手なんですけど、結構こうしっかりしたニットの肉厚さが欲しいって人はクラシックカーディガンの方がいいですね。であと柄のモヘアニットとか結構厚手なんですけど、無地の厚手が欲しいっていう人はこのクラシックカーディガンになると思います。おすすめです、はい、結構しっかりしたニット感があるんで、うん、いいボリュームが出てくれます。あとはちょっとモヘアより緩いですかね、サイズ感、うん、モヘアのカーディガンより。だからこうスウェットとかの上に着る、まあモヘアも着れるんですけど、サイズをこう調節しないといけないですね。大きめのモヘアにカーディにスウェットとかってちょっとワンサイズ上げたりとかする必要がある可能性もあるんですけど、こっちは全然同じサイズとかでも着れるような大きさにはなってますね。アームも太いし、そうですね、スウェットのパーカーとかフルにすんなり。あと後ろ身頃のシルエットが、俺はこの秋冬特有なんですけど、ちょっと厚くして出てくるんで、シルエット綺麗です。確かにそこが好きですね。大人っぽく見えるかな、カーディガン。カーディガンは争奪戦になるとは思います。クラシックインナー何着ても合うしね。 T シャツ、スウェット、パーカー、うん、シャツ、あと着れるシーズンも長いんで。そうですね、半袖でまあ寒い時期にはもう出番なくなるであろう、まあ、半袖 T シャツとか半袖シャツ、アロハとかもこういうカーディガンとかあると冬まで延命できるんで、まあ、そういう点もカーディガンのいいところかなと思いますね。ツータックチノ、ありがとうございました、うん、去年 SS で出たネイビー買えなかったので、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ入ってください。はい、買えた方はおめでとうございますっていうぐらい人気かもしれないですね。ツータックのチノはめちゃめちゃいいんで、もう定番にしてほしいね。もう永久永久定番にしてほしい。でよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。で、あと商品紹介に残っているのはガルニ、エクソダスの秋冬立ち上げはもうすぐでしょうか、はい、ちょっと案内がまだ来てなかった。来てないですね、うん、なんでちょっとお待ちください、はい、で必ずポストはあげますんで、はい、でもそろそろだとは思います。予定では9月のものもあるんで、10月後半から関東から仙台東照宮、おマジっすか、引っ越します。マジっすか、めちゃめちゃお待ちしております。ぜひ東照宮なんて言ったら結構町近いですからね。近いんで、はい、駅でいうとこの一駅ですから、仙台と、うん、そうですね、あもうめっちゃお待ちしております。はい、お気軽に来てください。でこういうコメントしたものですって言ってください。そしたら思い出しますんで、はい、めちゃめちゃ大歓迎。クラッカー用意しとかないと、ね、そうですね。あとアーチも、アーチね、2人でアーチ作ってね、はい、よろしくお願いしますやりますんで、はい、はい、で続きましてガルニから、秋冬始まってるんですけど、当店もリングがシャインピンキーリング、はい、この角度すごくいい。これ私おすすめのシリーズで、で最近まあ俺も指輪とかよくつけるんですけど、まあちょっとカラーストーンのなんか指輪とかネックレス欲しいなって思ってたんですよ。そしたらちょうどガルニで発売されるということで3色出ます、レッドがガーネットです。ガーネットで、ブルーは、ブルートパーズっていう、はい、天然石ですね、はい、あとオニキスブラック黒、はい、オニキスはあの透明感のないブラックになります。透けないブラック
透けてないですね。透けてないです、はい、でもその赤と青は向こう側が透けるような感じです。今自分は青をつけてますね。7、9、11、13号のみの展開なので、はい、そうですね。まあピンキーっていう商品なんで大きいサイズはないんですけど、まあでも言ってもらえれば大きいサイズも作れるようになってますんで、はい、ぜひ。でお店行ったらワコマリア語りましょう。あ、もうめちゃめちゃ語りましょう。お待ちします。東京からって言ったよね。東京ですかね。あ、関東から。あ、関東か。関東のどこなんですかね。はいはい、関東のどこなんですかね。ガーネットです。赤ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、そうですね、赤です。でも実際こう 手見るとちゃんと色は分かるんですよね、はい、あとまあ日光の下とかってもう完全に分かったりするんで、深い赤な感じがあります、うん、でもこれがちょうどいいかなと思ってました。あんまりこう派手な色すぎてもなんかこうつけにくいかなと思ってたんで、ちょうどこのカラーストーンのピンキー欲しかったんでドンピシャでしたね。俺は好きな青をチョイスしました。川崎ですか。はいはいはい、はい、東京ですか、うん、いや東京じゃない、あれ違うか、うん、黒ブラックオニキスです。黒は安定感があるよね。リングとあとネックレスが、川崎か、行ったことないですけどいいとこですね。横浜あ、違う、神奈川ですね。神奈川か。これも同じシリーズのペンダントじゃないネックレスになります、うん、同じシリーズです。オニキス、オニキス、あとこれが赤と青です。これも向こう側透けてる。あ、これが分かりやすいんじゃないですか。おお、すごい見えますよね、これ、はい、赤と青です。で全長47センチなんで、はい、女性の方も綺麗に付けられると思います。サイズ調節もできます、はい、アジャスターが付いてるんで、はい、じゃあちょっと例で1個付けます。そうだね、ワッコ秋冬立ち上がったばかりですが、もうすぐまた春夏展示会でしょうか。そうですね、多分10月展示会あるんじゃないですかね。はい、行ったらまた報告します。ちなみに来週もう一発目展示会あるブランドがあるんで行ってきます。で、まあデラックスとかレミレリーフとか、あとワックスですね。そこら辺はもう次の春夏の展示会があるんで行ってきます。こんな感じです。僕だとジャストって感じだと思います。これ今一番長くしてこのぐらいかな、はい、はい、いいね。でもこういう小ぶりな感じも、小綺麗な感じだったら、うん、このトップの大きさだったらあんま長くない方が綺麗につけられると思います、うん、綺麗につけれていいと思います。こんな感じです、うん、赤ですね。はい、赤です。ちょっと見えづらくてすいません、うん、ちょ、まあ入荷はこんな感じですかね。ちょっとあとざっくりきます。はい、ちょっとトニーのパーカーを、はい、きます。ほのかさん、来週お邪魔します。あ、もうぜひお邪魔します。週末ですか。週末だったら2人いると思いますんで、もう超お待ちしております。はい、でコメント しましたって言ってください。恥ずかしいんでお願いします。でりょうちゃんが今トニーのパーカーを、はい、こちらで175センチで XL をいいサイズか着用してます。リバースリーブであまり縮みの出ないような生地か、うん、これカレッジっぽいベーシックなパーカーはいいね、うん、新鮮で、うん、こういうのあるともうほんとパンツはいくらでも遊べるんでね。何色持ってきてもいいし、どういうシルエット合わせてもなんか様になるし、ブラックもありますんでぜひ、はい、でオンラインも上げてるんでチェックしてみて、うん、あ、ヒロさん YouTube の収益化も応援します。 M さんの YouTube が YouTube の縦が見えれるのを期待してます。いや無理ですよね、縦は。
銀でだって多分10万ぐらいですよね。多分死んでんじゃないですかね、その頃に。このペースでいったら、うん、死んでると思いますね。10万。まあでもそうですね、その収益化とか人数増えるのはもちろん嬉しいんですけど、まあより多くの方にねちょっと参考になる動画を作れればなと、動画っていうかまあこのライブできればなって思ってやってるので、そうやって応援してくれる方がいるのは本当に嬉しいですね。ありがとうございます、うん、はい、こちらキャスパーのデザインのパーカー XL です。175センチです。あ、ひゆほのかさん、金曜日来ます。あ、金曜日ですね。金曜日だとあのイケメンが待ってるんで、ぜひ、はい、イケメンと絡んでください。チェックしましょう。すいません、乗りました。お気軽にイケメンと絡んでください。で、こっちのパーカーの方がまあどっちでもこう海岸との合わせもできるんで、あ、いいね、おすすめです。こういうキャラクターものにこう和光の、いや、かっこいい。このクラシック2人が合わせると、はい、黒のないコーディネート、これは結構上級ですけど、皆さんも真似しやすいおしゃれコーディネートかなと思います。黒のカーディガンをここで持ってきたいところですけど、こうグレーでね抑えるっていう、はい、うん、りょうちゃん黒ないコーディネートは得意だもんね。もう任せてくださいね。で、黒だけコーディネートだったら俺に任せてください。ぜひ。はい、こんな感じです。収益化はちなみにまあ1000人ですね。1000人と、あと年間365日の総動画再生時間が4000時間以上みたいな条件らしいんですよね。で、その時間の方はありがたいことになんか達成してるんですよね。あとはまあ登録者数なんで、まあ、あの強制はしないですけど、なるべくお願いしたいかなっていうところですね。はい、よろしくお願いします。おすすめのベルトとはありますでしょうか。まあ、りょうちゃんつけてるやっぱワコマリアのパイソンベルトはすげえ売れてますよ、はい、うちだったら、はい、しかも定番で展開されてるベルトってあんまりないんですよ、うちのブランドだと。このワコマリアのパイソンベルトはすごいいいと思います。チラッと見えた時のアクセントにもなるし、ベルトって結構見える機会あんまなかったりもするんで、なんかこう意外とインパクトあった方がかっこよかったりしますよね、チラッと見えた時に、うん、はい、こちらキャプテンヘルムのリフレクタークルーですね。あ、いいね。175センチで、これでも M です。あ、 M で、 M でもゆったり、はいはい、全然切れます。 L でちょっとオーバーになるかなと思います。かわいいね、これもね。なんかあんまりこうスポーティーになりすぎる生地じゃないんで、普段使いでスウェットみたいな感覚で着るのもいいですしね。天気悪い日とかもこう気にならなく着れるし。で、裾にはあのアジャスターはついてないんですけど、はい、ゴムがもう結構強めの、強めで、若干強めで入ってるので、うん、で、黒もあります。はい。おすすめです。おすすめです。結構厳しいんですね、YouTube。グッとします。あ、グッと、ありがたいですね。高評価とかね。ありがたいですね。あれがどう反映するのか、俺はちょっといまいち分かってないですけど、多分あっち側がおすすめとかに出やすくなってくるんですかね。多分高評価が多かったりとかすると。それ嬉しいです。ありがとうございます。あとまあこんな感じで、こんな感じですかね、はい、うん、になります。はい、またでも来週もいろいろ入ってくると思うんでね。パーカーはどこのですか。トニータイズさんの、トニータイズさんパーカーになってます。カレッジ風のトニーのまあ名前の入ってるパーカーですね。こっちがリバースイーブのボディ使ってます。ブラックとライトグレー。
で左袖には We Love You の刺繍、刺繍が入ってます。グレーは黒ですね。はいはい。あとこれもう同じくトニーのキャラクターコラボシリーズ、キャスパー、初のキャスパー。キャスパーって知ってますか？結構古い映画なんであれかもしれないですけど、お化けの映画です。ゴーストバスターズ的なああいうちょっと CG を織り交ぜたお化け映画、90年代ぐらいの、うん、すごい面白いですよ。かわいいんですよ、キャスパー。おすすめです。女の子にもおすすめ。クーティーのソックス入荷しますか？昨日発売のものであればお店に、はい、あります。あります。りょうさんのチノパンはワコですか？ワコです。ワコのラングラー、ああ昨日お話というか、うん、なんかちらほら上がってる、ああのラングラーのドレスジーンズです。幻のラングラー最高なんで、あの今季も出ますし、それをお見せしますか。あ、まず靴下で紹介して、こちらミドルソックス入ってきてます、はい、黒、白、ネイビー3色入ってきてます、はい、あと白はもうこれだけです。おすすめです。はい、2420円。かかとのところにクーティーって入ってますね。はい、はい、だからちょうど靴履いたら見えるようになってます。はい、かかとってか上なんだ、アキレス腱のところみたいな。そうですね。で、あと10月、来月にローゲージのソックスも入ってきます。ローゲージのちょっと甘みなんでこうくしゃっとできるような靴下ですね、はい、それが入ってます。で、りょうさんのチノパン、はい、これですよ。どうですか、やっぱおすすめしてた意味が分かってくれますかね、これで。これは本当に一発目に出た、うん、アイボリーっていうカラーです、はい、ドレスジーンズ最高です。この太ストレートな感じがたまんないですよね、この横のシルエット、うん、こうそう、これがいいんですよ。わかりますか、こっからこっからこのままドーンと落ちる感じで、普通この辺こう膨れたりとかするんですけど、このストレートに直線状に落ちる感じ、これすごい綺麗。これちょっと皆さんに1回は履いてもらいたいなと思います。おすすめです。おすすめです。まだうちでも入ってきますから。今期はジョニーさんと初コラボあるんですね。そうなんですよ、ありますね、あのカリスマジョニーさんとのコラボ。しかもあのメリケンサックのデザインっていう飛ばしたデザイン俺の中二心をくすぐるデザインなんで、はい、私は買おうと思います。退院したら仙台行くのでお店寄らせていただきます。ずっと気になったんですが、うん、なぜ店名がヘムなのでしょうか。あ、そうですね、それは確かにみんな意味わかんないですよね。ヘムステッチっていうのは刺繍を最後にこう最後の始末のところの名前なんですよ、の種類、なんとかステッチ、なんとか織りみたいなもんですね。刺繍の名前なんですよ、刺繍の種類の名前なんですよ。でだからうちのロゴはミシンのマークになってるんですね、店名。ああ、そう、はいはい、そんな感じですドーンがいいですね。そう、ドーンがいいんですよ。最高なんですよ、ドーンのストレートパンツって意外とないんでね。退院したらって大丈夫ですか、なんか入院してるんですね。あの無理なさらないでください、本当に。退院したらお祝いします。いつでも、はい、いらしてください。元気な時に、はい、ですかね。とまあこんな感じで、はい、結構今週いろいろと入荷があったんで、はい、ご紹介できた。忘れないでくださいよ、これドリズラ、これ、ね、めちゃめちゃいいですからね、ドリズラジャケット。ちょっと値は張っちゃうんですけど、あの間違いないんで最高です。おすすめです。寝かせてもいいし立ててもいいし、超絶おすすめです。入院してる、退院したらってことは今病院で見てくれてるところですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こうちょっと上まで締めて着るとジャージっぽい、トラックジャケットっぽい雰囲気に出せるし、
っまっすぐかっこいいと思います。あと冬ちょっとこう大きめのアウターのインナーに着たりとかしてもかっこいいかな。かっこいいですね。はい、はい、今日は2日目だったんで、まあ、下がって、はい、おすすめです。どれも、はい、入荷してきましたんで、ですね、そんなのにもこんなにも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。あの YouTube の方だけ登録お願いします。あ、まあ、そっちの方が見やすいと思うんでね。はい、ぜひ、はい、飛ばせるしペペペってこう移動できるじゃないですか。はい、なのでよろしくお願いします。TikTok もよろしくお願いします。あ、そうですね、 TikTok もよろしくお願いします。じゃあまた来週。また来週。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。